皆さんおはようございます。作家編集者のバーバラ飛鳥でございます。ただいまおはようございますと言いましたが、実際にはもしかして夜に配信しているかもしれませんが申し訳ございません。今日は録音でお届けしております。久しぶりのユーストリームのトークでございますので、今日はちょっとまたリハビリということでちょっと短めにお届けしたいと思います。なんか4月に引っ越ししてからユーストリームの頻度は異常に下がってしまいまして、まあちょっとなんて言うんですか、やっと半年も経って、半年ぐらい経ってやっと落ち着いてきたもないもんだと思うんですけれども、まあなんて言うんですかね、もう引っ越しっていうのはね、好きな人は好きらしくてね、なんて言うんですか、引っ越し魔って言われる人いますよね。なんかなんていうか、暇さえあれば引っ越ししてるっていう、まあ、一番引っ越しまで著名人って言ったら、まあ、葛飾北斎が挙げられるわけですけど、私、もちろん葛飾北斎に会ったことないんですけれども、まあ、伝え聞くところによると、なんていうか、電気で読んだんですよね。まあ、電気の話は以前しましたので、詳しくは語りませんけれども、葛飾北斎の電気に書かれているところによりますと、まず、引っ越し前以前に、こう、葛飾北斎は掃除ができない。まあ、私とかね、皆様、こう、ドキッとこう、した方もおられるかと思いますが、とにかく掃除ができない。で、片付けられないんでしょうね。もう片付けるってことをしない。で、なんて言うんですかね。いわゆる、商用とか、大の方はちょっとわかんないですけど、いわゆるこう、ね、おトイレなども、市民で済ますというね。で、すごいのはね、娘も同じようにするっていうのがまたすごい。で、誰も片付けないので、散らかり放題散らかると仕方なしに引っ越しということで、97回、だいたい、つうことはですね、こう、1年にちょっと足りないぐらいのたんびに引っ越ししてたっていうね、まあ、すごい、こう、ね、ご家庭でございますけど、娘は、嫁いだかどうか私知らないんですけど、嫁ぎ先で大丈夫だったのかと。まあそういう、いらん心配をしてしまう、今日この頃でございます。我が家も9月2日、3日前に芸祭というね、アートイベントが終わりまして、まあこれがですね、なんて言うんでしょう、慣れたね。でも同人誌即売会だったらもう、なんつうか、かなり手慣れたもので、こう、そんなに準備もね、かからないんですけれども、何しろアートイベントですからね、こう、絵の1枚や2枚も持っていかねばなるまいということで、一応、慣れぬ、ね、まず、芸祭に当選したって分かったら、もうまず世界堂に駆け込み、絵の具から買うという、もう、どんだけ泥縄なんでしょうというね、そういった状況で、とにかくアートイベントに出るのが初めてなので、もう見るもの、聞くもの、もう何にもわからなくて、なんて言うんでしょうね、行って、なんかただ、呆然としていたというのが、まあ、実感でございます。まあ、準備がね、すっごい大変で、結局、8月、当選が分かったのが実はすっごい遅くて、8月ぐらいでして、そこからもう大慌てで準備して、で、結局8月いっぱいはね、実際別の仕事もしてんですけど、心の、なんて言うんでしょう、精神的には全部芸祭に取られたっていう感じでございましたね。まあ、なんて言うんでしょうね、アートイベントというのはなかなかこう、初めて出たんですけれども、またね、同人誌即売会とは全然こう違う、こう不思議な空間で、ちょっとね、あれはハマる人はハマると思うんですよね。私実はこう、なんて言うんでしょう、
ちょっと素敵な、素敵っつうかあれなんですけど、あの、ユーストリームの、今は音声配信のみですけど、画像配信の時に、ちょっとドーンと置いておきたいなというオブジェをこう、購入したわけでございますけれども、なんかね、こう、何百万とかでなくても、むしろね、どうも、美術の勉強ぼちぼちしているとですね、何百万もする芸術作品というのは、ものすごく稀で、実際には何十万。で、もっと安ければ、うん千円からアート作品というのは手に入る。で、なんて言うんでしょうね。こういうこと言うと、アーティストさんはちょっと怒られちゃうかもしれませんけど、雑貨を集める感覚でね、アートの収集というのができるというのが分かったのが、こう、大変、芸祭での収穫でございました。ぜひね、皆さん、ちょっとでもアートに興味あるとか、そういった方はですね、一回芸祭に行かれて作品を、安価なもので構わないので、一つお買い上げになるとですね、なかなかこう、楽しいと思うんですよね。まあ、個人的にはね、なんて言うんでしょう、フォトショップのプリントアウト作品とかはね、あんまり買う気になんないんですよね。いくらでも複製可能ですからね。そういうんじゃなくて、なんて言うんでしょう、一点物というのは、やっぱりね、自分だけのものという感じがして、大変、こう、楽しく、なんて言うんでしょう、大変楽しい体験だと思いますので、ぜひぜひ皆さん、行かれると、もう本当におすすめでございます。行かれるとよろしいかと思います。で、何でしたっけ？まあ今日ちょっと宝くじの話でもしようかなと思ったんだけど、その話はまたちょっと明日にでも回しまして、なるべく今後はね、毎日配信しようかなと思っているんですけど、私まあ、口だけ番長の人ですのでね、まあ、頑張ってはみます。なんて言うんでしょう。最近自分でやる仕事ばかりなので、ペースとかはね、自分で決められるので、頑張って毎日配信しようかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、せっかくアートの話始めたので、あとちょっとね、芸祭の話などして、こう、終わろうかなと思うんですけれども、でね、こう、割と安い金額でアート作品が買えるって分かったので、こういう、いわゆる安価なね、手軽なアートマーケットあったらすっげえ流行るんじゃないというふうに思ったわけですけれども、もう実際調べてみたらですね、結構アートマーケットというのはあるんですね。なんて言うんでしょうね。いわゆる骨董市、骨董じゃない、骨董とあったら、まあ全然違いますけど、雰囲気的になんかね、ホームページを見た限りでは、骨董、とか、なんて言うんでしょう。美術、芸術より、なんて言うんでしょう。もっと、アートですよ。だから、アートというのは、こう、ホビーと、アート。どっちかっていうと、こう、ホビー寄りのアートって言いますかね。まあ、一点物の雑貨感覚の、アートフリーマーケットというのは結構ね、全国で行われてて、私ちょっとびっくりしました。調べたこともなかったもので。で、結構ね、出店料も安いんですね。まあ、出店料安いっていうのはどういうことかと言いますと、すなわち、こう、まあ、ちょっと誤解を恐れずにはっきり言ってしまいますと、出店料が安い即売会っていうのは大体人が来ないか売れないかどっちかなんですけども、まあ、別にね、ただ、私も、プチ芸術家宣言を、することに、ただいましましたので、プチ芸術家、もしくは日曜芸術家、週末芸術家、まあ、何でもいいんですけど、プチ芸術家宣言をただいまいたしましたので、なんて言うんでしょうね、ちっちゃい絵でも持ってって、売ると。ただ、買いに行くというのも面白くないのでね、売りながら買うというのが、こう、なんて言うんでしょう、マッチポンプ的と言いますか、なんて言うんでしょう、小さい、こう、生態系的と言いますか、そういうので、まあ、面白いんじゃないかと思っているわけであります。私、アートじゃなくて、普通のフリーマーケットに行っても、こう、物を売って、その場で、こう、ね、得たお金を、またその場で、物を買って帰ってきちゃうというタイプなわけですけれども、なんて言うんでしょうね。まあ、ただ行くのも面白くないので、こう、アート、ちっちゃいね、プチアート
マーケットに今後はね、ぼちぼち出店していきたいと思います。割と日曜日はね、同人誌即売会に出ることが多いんですけども、アートマーケットっていうのは大体ね、同日とかね、行われるところが多いので、なんて言うんでしょう。だから土曜日はアートに出て、日曜日は同人即売会が出るということが割と可能なので、ああ、なんか、いいなというふうに思ったりしております。ちなみにこの間の芸祭でも、絵をね、買っていただくことができまして、いや、売れないだろうと思って値札とか出してなかったんですけど、売り物じゃないんですかって聞かれて、ああ、もういくらでもいいです。もうお買い上げいただけるのであれば、みたいな。もうなんて言うんでしょうね。どこぞのセールスマン的な、つい、宮を進むの入ったような、ちょっと、喜び方をしてしまったんでございますけれども。それで、絵を売って得たお金で、他の方のオブジェを購入してしまったという、こう、全然収支的にはプラマイゼロどころか全然赤字なんですけど、ちょっとね、アートに、芸術にいかにお金がかかるかっていうのをちょっと垣間見たって話はまた別の、機会にしますけれども、ただ、全然心的にはね、オブジェも買えたし、新しい体験もできたし、いろんなことが分かったので、大変有意義な、結構ね、お金はかかって全然赤字なんですけど、まあ、お金を払っても経験というのは買えませんのでね、なかなか貴重な体験をさせていただいたと思います。というわけで、久しぶりの、ユーストリームのトークでありますが、今日はこの辺にしたいと思います。ね、またちょっとユーストリームを再開しなきゃな、しなきゃなと、思っては、いましたので、ちょっと今回はね、頑張ってまた毎日配信したいと思います。喋るネタはいくらでもあるんですよ。私のこう、数少ない取り柄の一つはですね、ネタだけはいっぱいあるという、もう一生書ききれない、喋りきれない、本にしきれないほどのネタはありますので、どうぞ皆さんね、ご興味持って、割とね、私の方はともかく、このユーストリームは割と見られているようで、多分ね、どっかで大炎上したのか、突然3万アクセスとかあったりしてね、一体どういうことでしょうと、まあ思ったりするんですけれども、これからもね、細々と、続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお付き合いくださいませ。ということで、今日は水曜日ですか。そうです。ちょっとゴミ出さなきゃなというお時間なんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんか暑いのでね、まだまだ熱中症等にはお気をつけくださいませ。ということで、今日のお相手も作家編集者のバーバラ飛鳥でした。今日、これ聞いてるのは皆さん夜かもしれないので、行ってらっしゃいませというのは変なんですけれども、皆様、今後ともよろしくお願いいたします。